昨日そんなでさ、朝から神奈美に行くんで、ドタバタしてた時に家の前で iPhone を靴紐直そうとして、で上に着てたパーカーみたいのポッケに入ってたところから落っこって落ちただけだから、高さ的には普通に立ってる膝ぐらいから落ちたぐらいのところだと思うんだけど、で俺かなりこの iPhone 痛めつけてるんで、例えばチャリに乗ってる時にチャリにこうナビゲーション代わりに設置するみたいなパーツがあるんだけど、それの止めが甘くて、普通にかなりチャリ飛ばしてる時にそこから吹っ飛んで、それこそ電動チャリで熱海から箱根行くあたりのところで30メートルか40メートルぐらいバウンドしながら滑って、その峠道を滑り落ちたりとかもしてるんだよ、この iPhone は。させんなって話だけどそんな落としたことなんか何度でもありますよ。それもかなりのハードな感じなんですよ。膝から落ちた時に多分こいつのツボみたいなとこ入ったらしくて、ビシッて思いっきり画面中に細かい日々、何これっていうぐらい、どんな人でもこう写真撮って表示すると筋肉少女体ですっていうギャグがすごいできるぐらいの、そう、もうアプリだよね、ある意味ね、そういうアプリだよね。もうだからどんなに笑顔で写ってても真奈美千代がショックを受けたみたいな笑顔な写真でも全部もう画面中に本当に綺麗に、左下で多分この四角いものの頂点の左下ぐらいがコツンと当たって、そこからビシッて放射線状に割れて、使えるんだ、使えるのは全然使えるので、ただスマートフォンのガラスが割れた状態ってきついなと思ったのは、ちょっと力入れて指を滑らせると刺さるっていう、すっごいうまくできてる、すっごいうまくできてる。耳に当てるのは全然大丈夫なんだけど、少しでもずらすとその細かいガラスが刺さるっていう、ですぐに直すこともできなかったから、今日の朝とかもいつも目覚まし代わりに使ってるから、目覚ましでその起きるのに寝てて忘れちゃってるから、画面をスライドさせようと思うともう指にさ、まあ起きるね指にチクッてするからうわっつって起きるね。これでどうしようと思って、これで聞いたら、そのこれたまたまいわゆる家電量販店のいわゆる携帯電話コーナーみたいなの僕買ったんですよ。買ったからどこに直しに行けばいいかと思って、家電量販店に電話かけたら、それはそのソフトバンクでみたいなこと言われて、でソフトバンクに電話かけたらアップルストアでって言われて、でアップルストアに電話かけたらアップルストアに持ってこいって、持ってきてくれたらすぐ 直しますよ。で17,800円で、それを直すやつが17,800円、痛いわ、相当痛いわと思いつつ、結構街でそうやってみる iPhone の修理しますっていう看板見かけるなと思って、それでネットで調べたら結構 iPhone の修理屋さんがめちゃめちゃあって、特にガラス割れをすぐ直します、お安くすぐ直しますみたいなのがあって、でそうするといろいろピンキリなんで、高いところで11,000円で、安いところで8,500円で、さらに8500円バッテンなところがあって、でどこがいいのかちょっと分かんないから片っ端から電話かけてたんだけど、まあまず繋がらないところ、繋がらないところはまあしょうがないやめる、で大きな名前ついてるんだ、まあ特定の業者になっちゃうなんだから、国際 iPhone リペアモバイルエージェントみたいなわかんないけど、そんなよくわかんない名前ついてるようなところもうさんくさいからやめるじゃん、なんかそんなね、なんか大行すぎて、それで一件かけたら片言の人が出て、ですごい片言の人が出て、でその人はその いくらで直せますかって聞いたら、その いろんなの書いてたのが一番安い7500円かなんか言うんだけど、ついでにいろんな改造ができますよみたいな、ね、でそれもちょっとグレーの匂いのする改造をすごい勧めてくるのかなんかね、いやそういうのはいいんで、そういうのはいいんで、そのガラスだけがすぐ直ればいいんだけどって言うんだけど、でもそのガラスだけ直すよりはせっかくだからこうした方がいいみたいなことを言ってくるんだけど、ちょっとここで口に出すのも
はどうかなって思うようなことを言ってくる。要するにそれをやるとその脱法行為、そのなんでしょうね、そのこのそのプログラムを入れるとこういうことができますって言ってくることが、お金を払わずにじゃあそういうことみたいなことを言ってくる。で、嫌だなと思った。ただそこがやっと通じたところだったから、直そうだけでも頼もうかな。で、しかも家が割と近かったから、直そうかなと思って。一個気になったのは、ましてそういうところってなっちゃうと、そういう先入観を持っちゃったところに、個人情報がいっぱい入ってるものを渡すのがちょっと嫌だ。だから、パスワードロックをかけた状態のまま直せますかって話を聞いたら、直せるよ、パスワードロックしておいても大丈夫だよ、そんなの3分で外せるからっていうのが、いやいやそれは違う、それは全く話違っちゃうけどって結局そこはやめて8500円かなんかの、まあやっぱそれも大行の名前ついてるところなんだけど、行ったらマンションの一室みたいなところで、でそのちょっと俺もほら自意識過剰だから、高生の渡辺くんと会う約束があったんで、前に座って渡辺くん呼んで、ほら俺なんか超有名人だから、そこに来て移住員の携帯だってことになったら変な好奇心刺激するじゃんつってね。で俺が毎日アナルの湿り具合を取ってる、自分撮りしてるやつとかも流出しちゃう可能性あるから、単にしょぼくれた感じの渡辺くんが言ったら、こんなしょぼくれたやつの携帯なんかどうでもいいやって思うじゃん。俺が言っちゃうとさ、芸能人の携帯番号とかいっぱい入ってんじゃねえかと思われる可能性もあるじゃないですか。まあ実際は俺のアドレス帳40件も入ってないけどね、人がその中で多分一番有名なのが切り方通るぐらいのイメージでしか入ってないけれども、これでその高生の渡辺君に渡して、そのロックしたままでも大丈夫っていう、その しかもわざわざそのためにロックのアプリって結構出てくる、3種類ぐらい入れてね、しかもあのガラスの破片を爪に刺しながらね、爪に刺しながら3種類ぐらい入れて36ぐらいかけて渡して直してもらったんだけど、なんかびっくりするぐらいすぐ直、30分ぐらいでもう綺麗にしてくれたんだけど、でもなんかね、ガラスの色が少しくすんでたり、ガラスの手触りがちょっと純正に比べるとあれちょっと滑り悪いなみたいなのがあったり、あとガラスがちょっと熱いなみたいな感じで、まあその値段なりのやつだったけど、今ちょっと後悔してるのは、あの中国の人のとこ行くべきだったなっていう、パーソナリティとしてはラジオパーソナリティとしては行くべきだったんじゃないかなとは思ってるんだけど、だから今その僕以外にもディレクターの池田も iPhone だから、後でちょっと割っておいてみようと思ってそれでいて、あそこ紹介してやろうと思って